はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ヨウムミョンです。今回は前回お話しした、グラフィックボードを変えてから、高い設定でね、プレイしてみようという、あれですね。ちょっとあれって言い方もあれですけど。というわけでやっていきましょう。フリープレイ。まあ、同じく雨で行きましょうか。で、今回変えましょう、コースを。セブリング。さあ、これエンターにしないといけないんだよ。お？すげえな。夜があって、雨があって、あ、で、これ短い方か。で、夜があって、雨があってと。あ、でも夜だけなんですね。夜の雨とかはないんですね。でも今回夜、あ、でも雨見たいから雨にしましょうか。知らない、雨にしよう。多分一番重いのが雨だと思うので、あ、でも夜も重いか。まあ、とりあえず雨で行きましょう。で、今回はこちらの WTCC の方の車でね、やっていきましょう。で、15台から増やせないのね。これ15台で。チューニングどうしよう。まあ、ここら辺適当、まあ、そのままデフォでいいですよね。ということで、デフォで行きましょう。ペイントはそのまま、あ、ちょっと待って、見てなかったんだ。ね、これはメーカー標準カラーとスペシャルカラー見てなかったんですよ。どういうのがあるのか。お！ダズル迷彩的なあれですね。スパイショット。ちゃんとスパイショットって書いてありますね。で、カーボン、おー。カーボンファイバーマット。カーボンケプラー。あー、すごいこれ。いっぱいある。すんごい綺麗だ。で、標準カラー。あー、そういう。じゃあメーカー標準カラーでいきましょう。じゃあ、レース開始です。レッツゴー！トラクションコントロールシステム、括弧 TCS は駆動力を低減し、ホイールの空回りを防止します。ですね、昨日ね、RF2 の方で、トラクションコントロール使ったレースが、トラクションコントロールが必要なレースがあったんで、そこでトラクションコントロール使ったんですけど、結構あれ効くんですね、面白い感じで。正直自分でもびっくりしました。ちょっとハードディスクに入れてるんでね、遅いんですけど、ロールは。これ確か、アペックスの方は、あれらしいですね。推奨は、SSD のインストールらしいですね。ということで、やっていきましょう。さあ、レース開始！ちなみに今、こう、高い設定でやってます。あ、全部 WTCC のマスター。あ、全部じゃねえわ。おお、早い早い。そこまで大きな隠す気はないですね。あー、水溜り。戻れ戻れ戻れ、うまく戻れ、もう戻った。 Oh my god、 知らんだが、あ、いい感じに抜けたんだけど、その後がダメ。水たまりが怖いな、やっぱセブリングないからやだな。2周しかかったな。マジだ。あー、オーバーラン。あ、だからラッキー。いやー、ランフエリア最高。あ、あー、だだだだ、ここで超ミスためてか。あー、いや、今のは想定外やったな。あんなでかいミスためあるなんて聞いてねえよ。言われてもねえけど。あ、後ろ LF おるやん。
サオリー、どこ消えた。あーあ、ミラーの方でもこういうのある、すげえ。今見てましたミラーの方、見えてなかった方はぜひ戻っていただいて見てくれるといいんですけど、あのですね、ミラーの方で飛ばした看板が反映されてるんですよ。いや、これすごいな、こういうの面白い、見てるだけで面白いですよこれ。おーおーおお、エースキムダメこれ。あー、ストレート早い。ちょっとストレート早いよー。おー、ちょっと水たまりがやばいこれ。コーナーは早いけど水たまりがダメだこれ。あぶね、嘘やろお前。んなとこ水たまりあるなんて聞いてねえよー。ちょっとちょっと、やっとこそ慣れてきた。あーだだだ、水たまりが怖い。これ水たまりが一定の場所にあるからなおさらなんですよね。これで、ね、水たまりの場所がねコロコロ変わればいいんですけど、毎回レース読み込むごとにねちょこちょこ変わってくれればなーっていうのはありますね。あ、ヘリ飛んでる。今ヘリ飛んでましたね。だこれこれこれどうしようもねえよその水たまり。あ、行き過ぎ行き過ぎ、あー行き過ぎ。あ、ちゃんと看板倒れたままになってる、これいい、すげえ。消えないんだもん。アールバクターみたいにどっか飛んでくとかないんすよ。あー、いつものライン通れなーい。あ、ちゃんと自ら避けてく。あ、 AI 優秀じゃねこれ。AI 優秀なんじゃねえのこのゲーム。すごい。楽しい。いやー、早くこれハンコンでやりたいっすね。今ほんとキーボード操作難しい。あー知ってた。左後輪ブレーキダメージ。なんちゅう微妙な。左後輪だけダメージってのもでかいな。あー、なんかすごい面白い動きしてる。ちょっと微妙にこう右側の方に浮いてるの分かります。多分なんか設置してないのかなこれ、左の後輪の方がダメージ食らってるってことで。ちょ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 、水たまりがえらいことになってる。いや、これ今回ね、FF のシビック選んで正解でした。はい、これあれ前回みたいにコルベット選んでたら死んでましたね。あ、すげえ、前が見えないもん。コーナーの先あれで見えないもん、水煙で。他の車が見た水しぶきでー、へい、これマーチした方がいいな。キーボードでやる場合無理に立て直すんじゃなくてマスター回った方がいいっすね、これその方が楽です。キーボードでやる場合ですけど、あらら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 、でも母外品だから言葉が出てこない。
あー、ちょ、ザバーじゃない、ザバーじゃ。ザバー白心じゃねえよ、バカ野郎。いや、ダメージ受けてるからちょっとカスコ変ですね。あー、このダメージのかかり方いいかもしれない。行き過ぎー。その時はランオフエリア。ちょっと回転数上げる前におかしになりますね、これ。高回転まで回していけないっぽい。よし、ここに水溜まりー。よー、流れてくー。行き過ぎた、また、ちょっと加速が変かなー。あとあれですね、コーナーの先が見えない。あの、晴れの時と違ってだいぶ奥が見えない感じですね。ちなみにこれ高設定でやってます。あの、ウルトラじゃないです。あー、してた。回せ。あー、見事にダメージ食らった。あー、エンジンまでおかしくなった。あ、前からおかしかったか、エンジンは。なんかこの霧っぽい感じいいですよね。ほんと雨の日っぽくて、ほんとグラフィック綺麗だなー。で、なんか知らない、あの、僕はあんまやフォルサてか、これがフォルサ初めてなんでよくわからないんですけど、あれらしいですね。フォルツァは、シムとしての評価が一部が、人によって意見が分かれるんですけど、フォルツァは意外とシムの評価でも良かったりするらしいですよね。海外の人だと評価いいらしいです。だから、コンシューマーとしてのゲームとしては結構いい部類に入るんじゃないかな。オッケー。はい、ということでゴールでーす。長かった。ということでリプレイ見ましょう。ちょっと今おかしくなりましたけど。おお。いや、水面の追加すごい。ちょっとザバーってなるまで行きましょうか。これ多分もっと雨降ってるとあれなんでしょうね。あ、これこの、ここ見たかったな、これ、ここ。ん？後ろか。ほら、これ。これよ。この水面の映りよ。これすげえよ。で、しかも勝手にフォーカスしてくれるっていう、ほら。これすげえよ。この水面の映り具合。おい、これ飛ぶか。ウィンと C で。OK、スクリーンショットは撮れた。ということで、OK、保存。いや、これ綺麗だよ。んで、今こう設定だとどうだ、あれなんだよね。一番気になるのが、あの、水たまり入ったとき。これ再生。まだここじゃわかんないですね。あー、パイロンがいっぱい飛んでる。俺が飛ばしてやったよ、これ。そろそろ来るかな？あ、もうちょっと先か。え、ちょ。あ、戻らないか。巻き戻し入った。巻き戻し来た。そうそう、こ
これ、あ、これいいな。へぇー、こういうアングル面白い。あー、行き過ぎた行き過ぎた。あってよかったランウェイエリアみたいな感じで。パイロン飛んでる、パイロン飛んでる。で、ヘリ飛んでるんです。あ、この先か。ザバーするのは。あ、ここか。あ、もうちょい前、もうちょい前。ここだ、ここ。見たいの、これ。これもうちょい巻き上がってもいいと思うんだけどな。V だっけ？違った。上下じゃなくて、高さが、これか。もうちょい巻き上がってもいいと思うんだけどな、水。この角度で撮ってみましょうか。なんかごめんなさい。録画途中で切っちゃったみたいで今気づきました。ということで戻りましょう。まだこれ編集しなくちゃいけないじゃん。ああ。さて、見ていきましょうか。残りは見ていきましょう。ちゃんとしっかり。ああ、わけわかんない走りしてる。もうフラフラだもん。ああ、もうめちゃくちゃだよね。しかし本当音が最高。これはもう聞いてるだけでもいいっすよ。これタダでできるって最高じゃないですか。あ、この視点いいっすね。ツルツルしてた。あ、ちょうどいいや。LFA がいたから LFA の、あれ、出しましょうか。ここら辺かな？もう2つぐらい後ろから10バツじゃねえな。2つか。2つ後ろだ。あ、もう一つ後ろ。あ、ちょうど、あ、行っていた。いや、これじゃねえな。あ、オンボードないのか。いや、でも男で最高じゃないですか。いやこれはなんかこれでご飯3杯ぐらいいけそう。しかし水の処理もすげえ。あ、ちゃんとウィング、そう、見たかったの、これウィング見よう。あ、ちゃんと速度落ちてるときパターンである。あ、細かい。わぁ、こまけ、おほほ。あの、リプレイカメラが一定なんすね、これ。これちょっとあれだなぁ、悲しいかな。これがコロコロいじれるようになれればもっとあれですね、いいですね。ということで、もっと聞いておきたいところなんですけれども、今回これ切ろうと思います。
いやー、素晴らしかった。フォルツァビスタ、ああ、これ開くのかな？おお！やべ、テンション上がっちゃった。これテンション上がりますよ。で、ドアが開くと。で、中入れる？入れば、あ、後ろも開く。あ、一応ここも開くんですね。やっぱ元ガシ反射のだけに。あ、まあいいや。あ、後ろも開く。おお、こりゃ声出ますよ。すごいですね、これ。よし、中入りましょう。お？ちょっと待って。あ、スタート。おお、音がすごい。あ、で、これは、スリーペダルなんですね。で、シーケンシャル。あ、シーケンシャルなんだ、これ。いやー、すごいな。え、後ろが見えないんですね。どこで戻りましょう。こっちから入れないんですもんね。ほら。こうやって中も作り込んであるのはすごいよな。おー。ちゃんと市販車の原型は留めてるんですね、やっぱ WTCC の車両は。こういうカラーリングしてるけど、やっぱ中身、まあ市販車とは言えないよか。形だけ市販車みたいな感じですね。ということで、長い間ね、ちょっとね、誰だと話しながらね、やってましたけど、まあ、そこそこね、綺麗な感じになりました。まあ970、お高かったんでね。まあ、いい感じでしたね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。まあ、正式版がね、リリースされたらもしかしたらまた、こういう動画撮るかもしれません。それではここまでのご視聴ありがとうございました。